トロイ、トロイ、英語、トロヤは、アメリカ合衆国ミシガン州オークランド郡にある都市で、デトロイト北港にあたる。人口は8万980人、ミシガン州で11位、オークランド郡では1位。トロイはの商業地区であり、多数のオフィス街と高級ショッピングモールのサマーセットコレクションがある。2008年現在、CNN マネーの 全米で最も住みやすい町の22位であり、平均世帯収入が7万9千ドルで、全米で住宅が寝頃な町の4位である。1819年に、ジョンソン・ナイルズが、現在の北部中心部の土地を購入した。その2年後から入植が始まり、4年後に、アイラ・スミスが、最初の住居と、公立学校を建設する。1827年5月28日に、 トロイが正式に町として発足し、1955年に市へと昇格指協に至る。1966年には、週刊高速道路の I-75 が開通し、トロイへのアクセスが容易になった。トロイ歴史博物館には、町の起源から今日に至るまでの町並みの変化が展示されている。入植時代の丸太と泥でできた家、18世紀の学校、 雑貨店、家事屋、教会、旧市庁舎など、10棟の建物は、当時の状態のまま移築されたものであり、1年を通じて利用者は中に入って、当時の生活を伺えることができる。広場の中心には、展望台があり、毎年の祭りではパーティーに使われたり、当時のスタイルのバンドが演奏したりしている。付近の多くの学校がこの博物館の見学を行い、教会は、 挙式にも使われる。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この都市は総面積87.1平方キロメートルである。このうち86.9平方キロメートルが陸地で0.3平方キロメートルが水地域である。総面積の0.30%が水地域となっている。東部標準時間帯に属し、平均標高は228メートル。 748フィート。オークランド軍が運営する郊外の小さな空港で 1082MX18 メートルの滑走路が一本あるのみである。ビジネス街や繁華街に近いこともあり、ビジネスマンや観光客がチャーター機、航空貨物を利用する。航空機のメンテナンス、給油等も可能である。 1946年から1995年まではも存在したが、利用客の減少と商業地としての地上げに相閉鎖された。周回高速道路、I-75 がトロイの中心を南北に通っている、65、67、69、72番、出口。参照、東西に走る主要道路は、北から順に。 南北に走る主要道路は西から順にトロイは自動車と金融の街であり多くの企業が本社を構えている資産価値を基準にした評価ではトロイはミシガン州でデトロイトに次いで2位であるはトロイで最も高いビルでありが所有しているビッグビーバーロードをまたいで南北の建物をつなぐスカイデッキや180以上の専門店が 呼び物となっていると、という二つのショッピングモールがある。2003年には、スポーツイラストレーテッドマガジン誌によって、ミシガン州のスポーツタウンと名付けられた。これは、ミシガン州の都市で、スポーツ関連の催しが、最も多いことに由来する。2005年の夏には、町の成立50周年を祝うため、陶器製の1.2メートルの高さのビーバーの像が、 街中の至るところに飾られた。ビーバーはトロイのシンボルで、街の産業道路である16マイルロードが、ビッグビーバーロードと名付けられるゆえんである。トロイスポーツセンターは、NHL のデトロイトレッドウィングスの公式トレーニング施設であり、インドアサッカーや、ホッケーリーグ、地元高校のホッケーチーム等が使用している。トロイの行政は、シティマネージャー制をとっており、 市長と六人の市議からなる市議会によって統治されている。市議会は市政担当官を任命し、日々の業務は市政担当官が管理する。トロイはミシガン州議会議員の第41選挙区の南端に位置し、国家レベルでは第9選挙区である。トロイは歴史的入派であり、共和党の候補を選出する傾向にある。しかしながら、最近は、 ティム・バーンズ等の民主党の候補も選出することがある。2008年6月2日には、当時民主党の大統領候補であったバラク・オバマ、大統領がオークランド軍を訪れた際、トロイ高校で演説をした。以下は2010年現在の国勢調査における人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成人口の1.46%が、 ヒスパニックか、ラテンアメリカ人であり、ミシガン州で最もアジア人の比率が高い都市である。年齢別人口構成、世帯と家族、大世帯数、収入と家計、デトロイト市をカバーしている主要日韓市のおびに加えて、ミシガン州南部全域をカバーしている以下のローカル市が購買できる。トロイは全米レベルで模範的な学校があることで知られており、 全米の6回、ミシガン州の模範学校賞を13回受賞している。卒業率は99%で、95%は進学し、2%は兵役に就く。トロイ高校とアセンズ高校は、ニュースウィーク市の全米有料高校のベスト1000に選ばれている。トロイ学区は、毎年75人の生徒に送り出しており、この高校は、 ニュースウィーク市の全米有料公立高校の2位にランクされている。また、2008年にはインターナショナルアカデミー高校の投稿がトロイに開設された。トロイ学区にある公立学校は以下の通り、小学校、中学校、高校、大学。トロイには周回高速道路 I-75 の69番出口に、 エグジット69ビッグビーバー RD と書かれた交通標識がある。これは、I-75 のオハイオ州ミシガン州の宗教から69マイルの距離にある出口でビッグビーバーロードと交差しますという意味であるが、高速道路の出口は乗り降りすること69という数字とビーバーの隠れた意味の偶然により、オーストリアのフッキングと同様に英語圏では、 知る人ぞ知る標識となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。